こんにちは、キバインターナショナル中村オギオです。e ラーニング教材作成のためのスライドの作り方のポイント。今日はですね、ポイントといってもあれですよ。パワーポイントの、文字のポイント数ですね。これが10とか12とか、ちょっと小さいスライドだとどう見えるかということをご紹介したいと思います。はい、まあ、こんな感じですね。ちょっと見にづらいんじゃないかなと思います。でパンダスタジオの場合ですね、この実は講師の正面に返しのモニターがあります。で、すぐ下にはですね、パワーポイントを表示しているパソコンがあるんですけども、この下を見ずに正面の返しのモニターを見た時に、これは読みづらい、ね、これがちょっと見づらい大きさになっている場合、受講者からも見づらいので、注意してくださいという形ですね。はい、特にまあパソコンだとギリギリ読めるかもしれないですが、スマートフォンなんかを使っている方だとこの辺で、ね、アニメーションとかつけていただいているんですが、結構厳しいんじゃないかなと思います。実際この動画見ていただいている場合もいかがでしょうか。はい、それではですね、ポイント数が少ない場合どうしても文字が小さい場合どういうふうにしていこうかという例をご紹介したいと思います。まあ、例えばですね、この選択肢1の解説、この選択肢1が正しいかどうか、それは、この第3条にこういう規定があるんで、これは正しいですと言った場合、まあ、ここで講師を消して、まあ、これ順番にね、このように説明していってもいいんですけども、講師がいても構わないと思います。で例えばですよ、簡単な話、これぐらいもしねスペースが空いているのであれば、これは単純にポイントを18ポイントとかにでかくしてあげればいいと思いますね。こういう選択肢でした、第3条にこういうことが書いてありますので、ちょっと講師も消えたいと思います。でなので結果こうでしたみたいな形にすれば、比較的分かりやすいんじゃないかなと思います。でただまあ難しいのはですね、この2の解説ちょっと吸って、例えばこうですよと、これはもうちょっとね、画面上では相当難しいので、もうこれは画面全体としてはこうですが、例えば添付資料を見てくださいとか、付属の PDF 見てくださいということで、まあ、全体を見せつつも、もうこれは見なくていいんですよっていう、アナウンスをして逃げると。まあ、これをねユーザーさんがねいちいち何かなってこう見ようとすると結構ストレスになると思うので、これ全体見せたいだけで、これいちいち読まなくていいですかっていうふうにメッセージをしてあげるということで、ストレスが軽減できるかなと思います。あとは問題解説の場合ですね、これが一部だけ見ればいいんだという場合ですね、この問題の場合どうか分かんないですけど、一部だけ見ればいいということであれば、また逃げ方はあるかと思います。例えば選択肢2の解説で、この選択肢、これのポイントはこことここですよ、なのでちょっと講師も消してこういう形になっていくんですけども、これが正解ですというふうに出たとします。でこれちょっとやはりポイントが小さいので見づらいんじゃないかなと。ね、こういうとことかちょっと読みづらいかなと思うんですけども、こういう時はですね、これ全部1画面に出さなくてもちょっと分割したらいいんじゃないかと思います。まあ、どういうことかというと、はい、選択肢ちょっとこれ大きくしました、問題はこうでした、ね、これがこの選択肢が誤ってるかどうか考えてくださいねと、はい、ポイントはこの第2条のここと31人内の報告が必要な箇所と必要な箇所です、はい、読めますかみたいな形になってると。これはこれなら十分読めますよね。なのでおっとごめんなさい、アニメーション失敗しましたが、はい、これ危険物、24時間以内にそこは必要なのはこういう危険物必須ですよ。でこういうポイント、ここも本当は大きくした方がいいですね、大きくし忘れました。まあギリギリこれ読めるのに、ここを大きくすれば読めるんじゃないかなと思います、ね、さっきのやつから分割したわけです。こうなっ、この選択肢で必要なのはこの条文で、これだから漏洩プラス転覆する事故は、速報が必要な事故まで誤りです、この選択肢は誤りです、だからこの選択肢を選ぶというのが正解ですと、ね、なかなかちょっと難しい、ちょっとこう日本語がこんがらがりそうな感じですけど、よく試験だとこれはこれで間違えますからね、この辺はむしろこの辺も赤くしたいぐらいですけど、はい、まあ、このようにですね、解説のポイントを全部1枚のスライドでやるのではなくて、部分部分に分けてあげる、問題はこれです、これに関係するのはこの条文ですよね、この条文のポイントはここで、今回の例はこうなってます、だから正解なんですみたいな、まあ、3つぐらいに分けてあげる、そういうふうにすると一つ一つのスライドの中の文字数を大きくしていくことができる、まあ、1枚あたりの情報量を少なくしていくことができるので、まあ、そういったこともポイント数を上げる、まあ、見やすい文字の大きさにするという時に役に立つのではないかと思います。